しねえか。じゃあ続いて新次さん。あ、こんにちは。ちょっと僕だけ敗退に一問じゃなくて、うん、あの孫一問なんですけど、うちの師匠から伝言があって、ちょっと待ってください。敗退に一問は数が多いだけで実力のない烏合の衆こんな奴らに負けるなって顔をしてたんで、この間会った時に孫さん、はい、ジェイトさん最低やな。いや、そう最低なんですよ。僕はそんなこと思ってないんですけど。ああ、なるほどね。はい、今日はちょっと皆さんの胸を借りるつもりで挑ませていただくんで、よろしくお願いします。いや、でもこれちょっと同時破り的なね、面白いね、ちょっと、うん、これはちょっと真摯に優勝されたらちょっとね、はい、危ないですね、うん、同時破りされちゃう。気をつけて。まあでも頑張ってほしい。はい、頑張ってください、うん、はい、では続いてアリケンさん。はい、こちらも意気込みください。まあ、僕も信じ同様、敗退に一問かどうかわからない。だいぶ違う、まあなんだろうな、居づらいっていうか、まあ、扱いに困ってそうな、まあ使ってるキャラもね、ね、カプコンさんもね、扱いづらそうな。やめてねそれ。キャラクターなんでね、やっぱ扱いづらいなりに対戦もしづらくね、粘り強く勝っていきたいと思います。うん、いやでもね、もう全然アリケンにはもう全力で、あ、そうですね、もう全然優勝しちゃっていいんで、はい、まあ、一番でしょうやっぱアリケンを、ね、一番アリケンを倒してやっぱ言ってほしいし、うん、アリケンにはそのね、みんなの目標でも言ってほしい、うん、もう全然今日はもう本気で優勝になっちゃってください。はい、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、早速、はい、聞きますか。じゃあ抽選いきますよ3番アリケン。お、強いっすね。さあ、アリケンの相手シード前の最後。黒柳なマジで。シード前の。なんで結構信じられないんだ。やだな。さあ、誰が誰だ。いきますよ。この人。アリケン遠いのは助かるな、これ。モコウさん。うわぁ。俺かぁ。うわぁ。お前、豪気でいけ、豪気で。豪気でいくか。あぁ。さよなら、みんな。モコウ先生、豪気。あ、次、モコウ先生とアリケンか。モコウさんには豪気だろうな。さすがに、さすがに負け始めてからだって誰しも出せいい話だったな。まあ確かにね、もう最初に決めたやつできたよね。じゃあちょっと頑張って2人とも行ってきます。頑張れー。頑張って。これミュートしません。白い、白い、白いよ。じゃあちょっと僕がミュートします。はい、なんでしない、なんでしないんで。だってなんか悪口言われそうだから。じゃあディスコのボリュームゼロにしても言うじゃん。じゃあミュートするわ。じゃあ確かに、どちらにせよ言われるならね、一旦挑戦の号機。まあ一旦ね。うお、飛んでくる。オッケー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 。オッケー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 。まあ。おいしい。まあ吐かせたと思う。うん、二段目キャンセル。マジか。いや、いける、行こう。うん、投げてくる。うわぁ。もうミスりすぎ、緊張しすぎ。いや、マジ
どういう。ミスった見事だ。どうにでもなる体力さ。逆転の青写真はスタート。投げを使え。届かないか。クリティカルアイが決まった。この先はもう気合いの勝負。相手を止まる勝ちへの執念を見せれるか。ケイ惜しい。やばい、えぐい緊張する。いい試合だったよ。GG だな。おもろかった。よかったな、ちょっと。桃さん、GG。ありがとうございました。めっちゃすごかったわ。めっちゃすごかったわ。惜しかったな。いや、ちょっと途中マジで危なかった。でも強かった。さすがに強いだ。いや、強いわ。あの黒いやつ、何あれ、ここまなげあれ。あれ、コマ投げっすね。ああ、強えな。いや、でも、ボルシチの精度が。いや、まあ、まあ、じゃんけんやからね、あれは。やべ、心臓爆弾。いや、強かった。強かったっす。アリケンと Q さんが次。どれがいい？ Q さん。ゴーキー、アキ、ガイル、ダルシム、ホンダ。お前のゴーキー、ガイルがいいかもしんない。オッケー。この前勝った。ワイル本当に選べんのかよ。絶対手長いやつ出てくる。本当に選べんのかよ。最初は出すん。なるほどね。アリケン式ね。なんかちょっと悔しいな、キューさん。ねえ、アリケン式とか言ってるからそう言われんだよな。アリケンお前、何でも出せるっつって、なめぺじゃねえか。ねえ、なんかお前のそのなんか、ちょっとリスペクト足りない点、どうにかしろよ、お前。いやいや、リスペクトしてるよ。俺厳しいよ、それに関しては。アリケン最低だな。リスペクトしてゼロストが火つくんだ今ので。いや、お前どこで着火されてんの。ゼロストに着火してねえよ、俺別に。お前誰だよ。お前対戦相手にリスペクト持ってやれよ。お前何なんだよ。お前が言うね。さ、こいつ。でも正直ガイルの方が多分勝てる。インパクト。ケイエ。まあ打つっしょ。かくんないか。ケイエ。ケイ、インパクト。全然いい、ここまでいい。ケイ、フーフー、やり込んじゃうとダメだから。危ない。おい、ダルシムなんてやってらんねえよ、このキャラ。大きい、大きい、大きい、大きい。血のセリフだよ、マジで。途中迷ったわ、マジで。ナイスファイト。本だけだね。強いな。高木マジで勝ってくれ。決勝めっちゃ寒くなる、お前から。俺がキス。それ考えさせないで。考えさせないで。うん、マジで頼む。おもろ、アリケンプリンス。これ俺どっちだ。しかもダルシム対三強、マジでしかも誰でもないやつ。マジで。なくなる一問。
俺 2P だ。じゃあもうこれ始めちゃっていいのかな。いやこれマジで本気で勝つならガイルなんだよね絶対。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。邪魔で状況に変化をつけるか。出ていく。壁から逃さないことを優先。徹底している。勝負はここからが面白いんだよね。ここから試合は終盤で。いやー。ここで大きなダメージチャンスが訪れる。死なない。そこで打ってくるか。ズズイ。いやいや全然勝てる全然勝てる大丈夫大丈夫。マジ 2中P 強えマジで 2中P がマジで強えな。どうしよう。うわーかめた。このサップ4がよー。いやもう行こう。いや正直ダルシムじゃ勝てない。大丈夫。一生見てんなマジで。この表裏きちいマジで。普通に投げていいな。いやもう。ジジイ気持ちいいね。ジジイ。いやーよかった。ガイル勝てた。やるねー。いやサッポきついわ。やるわ。最後サッポしたからかかったんだよね。あそう。SA34 でサッポした。安全行動やね。ブランカ界の。ええー。いやでもこれは本当言いたい。マジでガチで勝ちに行った結果ガイルだと思う。いやそうだね。ブランカにガイルは。信じたい俺かよ。またかここ。ラッキーそうだ。行きますか。2P 俺で。じゃあちょっと行ってきますわ。じゃあミュートします。おい頑張って。いってらっしゃい。頑張ります。頑張れ。はい。やばいマジで高木強い。えぐい。アリケン君はその何キャラ使えるの？いやでも言うてでも浅いっすよ、うん。ダルシムの次に自信あるのがガイルぐらいっすねマジで。あそうやったんや。いや結構マジで。うん、割と冷たく勝ちに行こうとしたんだけどな、乗ってきてくれなかった全然。うわでももううまかったしな、めちゃめちゃで高木がね、えらい、えらくなってる、マジで。おいぞ。おブランカも相当な膨らった風だよね。あ、まあ、食らってはいるけどみたいな。そんなで、そんなビッグではない。いや、全然最強キャラって言われてもまだ。あ、そうなんや。言えるぐらいは強いね。うまっ。マジかそれ。おもれ動きブランカ。シンジ9連勝、高木6連勝。不実。マジレス、マジレス SA2。おほ、おもろい。これ人形が当たるから SA2 返せないのか。
ゲージの削り方おかしい。こんな投げきついな。大人偉い。うわー。下がるのマジで偉い。行かない。2中 P、2中 P で終わるからね。あ、おわー、しかし、オーディーコマンだ。ふっと。ふっと。今のふっと。ちょっと。まあ、割とも、あ、カンニング、対空。出た、これ削れます。削れるし、端に行きます。まあ、削りダメージは。出たー。うわー。いや、ちゃんと。あ、どうした？いや、伸ばさない。まだある。あ、出る。そこは大人なんだよな。確かに。あー、そうだ。ナイス高木でも。回してる。よく高木まくったね、これ。ブランカの人形3個だもんな。そう、人形忘れがちなんだよな。人形って補充できないの？ね、一応。あれ、アピールで無理だったっけな。なんかアピールじゃなかったな。あ、そうなんだ。そう、まあでもラウンドごとで復活するから3個ずつ使い切らない、ね、あ、4うわ、いや、このサプフォーがね、グロい確定読んでる、あ、なんか全然え小バッコイン、ね、何遅かったってだけ押すの、うん、そう、おそらくブランカー、お、こいたブランカー、おや、うまっ、攪拌が小技だからむずいんだよね、新しい本田見つけちゃった、うわぁ、なんであれ、うわ、減りすぎ、先端当て、お、えらい、お、いいね、それか、でもこれも読み合いだもんね、あ、いいね、削りいったね、マジでえらい、ダイヤシと浴びせ蹴り以外の卓に全部分けるインパクトきた、移設ルート、うわ、はい、大パン、あ、いや、あ、うわ、惜しい、結構ラッキー、いやぁ、マジか、今のき、もう一回ビリビリして、大きい、だけど、いやー、裏ー、なんでか、いや、攻めうめえな、マジで、このサッポマジで、ね、距離がいい、これってさ、サッポで置き攻めのリバって裏に回るんかな、あ、うん、あーしたりするんじゃない、サッポした後に打つしかないよね、なんか回りそうよな、裏に無敵もだって使わすじゃんね、あー、かっこいい、おえーよー、ちゃんとインパクト、えらいね、打ってるよね、これね、道義キャラが弾打ってくるぐらいの距離が浴びせ切りのちょうどこの距離ね、この距離ね、レンジだもん、確かにインパクトいいね、だいぶ浴びせ切り減ってるわ、シンジのゼロ、ゼロバイス、まっ、うまい、シンジは、お、でかっ、うわー、あー、偉いんだよな、絶対出るな、そう、シンジに垂直マジ効かん、うわー、うわー、これきつっ、うわー、うわー、あー、なるほどね、えらいね、回ってんな、残虐相手さ、マジで1ランド目落とせんわ、やる、いや、投げ、おー、入って、あ、あーし、当たんない、おー、行かない、おー、おー、やるねー、まず1本ね、うますぎ、あー、やるねー、組んでくんのえらいな、マジで、いや、いや、チャーダイアレイナカモン、だって下段ガードしたら食らうもん、うわー、ぼったくった、そう、いけるてる、さあ、こっから高木、いい水準だ、うわー、うわー、そうなるんだ、はい、いやー、気になる、削りがあるんじゃない、いやー、え、SS の、あ、うわー、いやー、うーん、えらい、あー、削り隠してたね、あの、ジャンプ、俺もこのスラ、食らったで、このスラを読んどけばな、さっきの試合で、そう、いや、すらずっと待ってたんだけどね、あー、なんかあの端で最後リサレになってんすか、そう、ずっと待ってたんだけど振ってくんなかったんだよな、おい、ふざけんなこの技、うん、なんでお前が怒ってんね、なんか今日切れやすいね、めっちゃ怒ってる、ねえ、デロスと牛乳の動画出すかも、どうしたちょっとでも無法すぎないあれ、うわー、かくってる、でも大きいしな、状況、え、置き攻めついてきます、大きい、相当やばいよね、宇宙からなんとかんだよ、これガルシェル、うわー、やばいわ、見てるな、これしかもリーサルだ、SA2 リーサルだ、いや、そくそくすがち、うわー、2対2、やばい、これミスったよな、やばい、ハイタに1問が負けちゃう、高木そうだ、マジミスター、ただ高木応援しねえ、高木頑張れ、あ、かく今時のゲームでダガー入るんだ、
ダガン X も入んないよ、もう。昔はダガー XX はここまでやってるやついなかったさ。マンジーマンジーマルカ。すごいもんな。うまい。見てんな、高木。見てから言ってそうだな。あコパが。なんか梅が。いやー、よけてる。出たー。あ、けわざ。取れな。でもロリーとか打ったら結構いやジャックだジャックだまだあるまだある SA2 見られてるからいやこれローリングもできないよこれ人形受け人形受けあ、終わった人形あ、死ぬリバリバ打たないおーうわーやるあっちおもろいおもろいねうまっうまっそれマジうまいうまいねうわ、読んでる読んでるたーナイスこれこのまま高木行きたいめっちゃいいリバ入ったゲジゲジゲジ拡張うますぎ痛いこれめっちゃ痛いやつツータマルおっうわいったあ、死んだったんじゃないリサルかあー、おっおっ、増えたおー、高木どうなるちょっと嫌なミスの冷静にこれ、冷静にただインパクト返せないいや、これ削りに行くかなあうわうわあっ来たあいいパリいいパリだうーわやるだけおあれキワドうまいあれキワドマジでシンジの弾力がえぐいうわー止まんねえか早いーサクサクサーあはやったいともお疲れよしうわ嬉しいいやーうれしいやったーナイスゲームやった本当にトゲームだなこれじゃあじゃあアリケンいますか、はい、はいはいはいお疲れさま今日はいや結構もうあのガイル選択はかぶせでマジレスだったんですけど、うん、動きも、うん高木がね、偉くなってるっすね。やっぱなんか連動の差がちょっと出たかなっていうぐらい体が上手かったよね。そうそう乗ってきてくれなかったっすね、こっちの動きに。それがきつかったかな。今日はいろんなキャラ使ってね、ですねやってくれたけど。そうそう今後、やっぱちょっと誰しも1位じゃちょっとね、モチベが上がらないんで、ね、いろいろ検討中なんですよね、今。やりながらまあ頑張っていこうと。うん、そうしたらね、灰谷先生にあのコーチング受けれるんで、これでやっと。あじゃあようやく灰谷一門ようやく、はい、ついにさっきガイルはあのあれですかガイル村背負ったんですかあいや全然ないっすそんなのあのちなみにマジで本当にガチで勝ちに行こうって思った結果やっぱダルシムよりそんなのそうガイルの方がいけるかなって思ったんですけどねなるねはいまあそこはじゃあまあいろんなキャラで頑張っていくはい頑張っていきますはいじゃあまず一緒に頑張っていきましょうありがとうはいじゃあありがとうございました今日はありがとうございましたじゃあ皆さん今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。